はい、皆さんお疲れ様です。小川大平の事件考察室。え今日はですね、まだ、えー、メディア等にね、えー、公表、発表されていない、えーま、スクープ的なあ事案をちょっと配信したいと思います。よろしくお願いします。 これはですね、名古屋刑務所、愛知県名古屋にあるですね、名古屋刑務所内で起こった事件です。まあ、名古屋刑務所、まあ、名刑名刑とね、えー、そちら方面の方には結構有名な刑務所になります。日本でね、3番目に大きい刑務所、まあ、一番大きいのは、あ皆さんよくご存知のね、東京の府中刑務所。 名刑は3番目に大きい刑務所名古屋刑務所はですね再犯短期ですから小判のものは入りません再犯で短いものですねですから窃盗で窃盗を何度も繰り返している懲役5年6年なんていうねものは名刑に入るとこですね、まあ、名古屋といえば えまあ暴力団のお膝元でもあるのでね、そういったそちら関係、反社のものもね、結構たくさん入っているというふうに聞いております、明慶はですね収容人員は2400、ちょっと端数があるんですけどね、ちょっと2400人ぐらいになってます、定員が、今現在入っているのが1300人ぐらいではないかというふうにね、もちろん出たり入ったりするので、日によって違うんですが、現在は1300人ぐらいではないかというふうに言われています。 このね、えぇ、ー、で何があったのか、えー、いうことをお話したいと思います。2022年9月中旬頃、ちょうど1ヶ月ぐらい前になります。独居房に入っている、うー、まあ、受刑者がいるんですけどもね、幹部が巡回中、この受刑者の顔とかね、体に何か殴られたような跡をね、発見したそうです。それで実際どうしたんだと。 いいう話を聞いたらですねまあなかなか言わなかったみたいですけども実は職員に手を挙げられたというね話をしたそうですただね部屋の中にはあの帽の中にはドッキョなんですけど棒の中にはカメラはありませんですから部屋の中で何をされててもそれは映らないんですがこの車帽廊下の車帽のね廊下に防犯カメラがあるんですたまたまその防犯カメラがこのドッキョの 入り口周辺を写しているそうなんです、まあ、どの程度映しているか私実際見たわけじゃないから分からないんですけどもその独居房のです、ね、食器庫食事を入れるね食器庫があるんですそこにですね職員が来てその食器庫から手を入れて何かやってるただ何をやってるかは棒の中だから見えないそうなんですねというようなことがあったということですそこでで当然ですけども この名警の幹部から、その、該当している職員、これね、一名ではないんですね。複数名、え、いるそうなんですけども、その複数が、え、まあ、事情聴取というかね、取り調べというか、聞き取りというかね、話を聞かれたそうです。で、実際に、まあ、暴行をね、え、認めた。まあ、どういう理由なのか、ちょっとそこはね、え、私の方も情報が入ってませんけども、何かそういったことを手を挙げたことはね、認めた。 まあこれ刑事的に言うと、ですね特別公務員暴行陵虐罪という罪にね問われる可能性が十分にありますま、今のところね、もう1か月も経つんですけども、なんて言うんですかね、これが公にされていないということで、被害者、受刑者ですね、刑務所に入っている者と、刑務所側で実際に示談になったのかね。 何かか取引があったのかそこは詳しく分かってないんですけども、まあ、こういったことがあったとまあ命形といえばねえ皆さん記憶にある方もあるかと思うんですが2001年ですかね21年前かなあの消防用のホースをね肛門から突っ込んで腸が破裂したんでしたっけねなんかそういったことがあって亡くなった方がいますその翌年かな2002年には革手錠ですかね うん、といったような、ね、不適切な対応があって、そちらの方もね国媒訴訟を起こされて、1億円以上の訴訟を起こして、実際に、えー、8000万円だか9000万円だかね、えー、支払い命令が出たりとか、ホースを突っ込んだのは特別公務員暴行陵虐致死罪というね、ねなくなっているので、そういったのにもね逮捕されたりとかもしています、まあ、今回もこういったことが実際に起きているというね。 えことは間違いないなんですが当然ですけども刑務所の方に取材を申し込みをしようとしてもですねえまあ我々のようなあのね一般の個人のねえジャーナリストはえ取材を受けてくれることはまずありません、こういったところはねはいただ、連絡はしたのでえなんで小川がそんなことを知ってるんだということで。 ちょっとと驚いいいてるのではないかと思いますけどもね、まあ、実際にこういったことが2022年9月中旬頃ちょうど1か月ぐらい前です名刑名古屋刑務所の中でですねこういった暴行事件が起きた、ね、しかも一度ではない何度かということですただね食器口から手を入れるってことは 鍵を開けてて棒には入ってないんですねですけども、もしかしたら、棒に入ってる可能性もあります。というのは、このところの土胸帽の担当者が鍵を持ってますから、そういうふうなことも考えられる、ですから、この廊下の、ね、防犯カメラ、防カメを見た、実際にこの巡回中の幹部が傷を発見して、後を発見して、おかしいな、で防カメを見たときにです、ね、そういったのが映ってて、まあ、激怒したと。 いうね話を聞いておりますですからもしかしたら鍵を開けて入っているところが映っているのかどうかわかりませんけども私が聞いた話だと食器庫から手を入れて何かね、えー、体を動かしながらやっていたといったような話をね、えー、聞きましたもちろん刑務所に入っているぐらいですからいいことをして入っている方はいませんね、えー、なんか悪さをしてね、えー、事件の犯人として容疑者被疑者被告人としてですね えー、入ってるわけですしかも、えー、裁判の判決を受けてね、拘、え、置、ー、所ではありませんから、刑務所ですから、ね、懲役何年というね、しかも、えー、再犯刑務所です、ね、一度ではなくて、再び刑務所に入った人間がいるとこなので、決してね、褒められた人間ではないかと思いますけどね。 やはり刑務所の中に入ったからといって、その刑務所の職員、監視から何にされてもいいなんてことは、ね、ありえないわけで、まああ、刑務所で反省したり、更生しようとしたりしている人がいるかどうかは別としてですけどもね。ちょっとこれは えー、まあ許されるべきものではないなということで、まあ今後ねどういう展開になっていくかわかりませんけれども、それについてもねちょっとこれから取材を続けていきたいなというふうに思っております。本日は以上になります。ありがとうございました。小川太平の事件考察室ではですね、皆さんからの情報をお待ちしております。まあコメントはもちろんですけども、何か事件の情報、ご質問、ご相談 そういったことがありましたら、ぜひ、このテロップ出てると思うんですけれども、こちらまでご連絡をください、またですね、取材の依頼ですね、こういったところに取材してほしいとかですね、そういったことがあれば、そういったものも,も,のもですね、ぜひご連絡いただければと思います。よろししくお願いします。